駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の木です。今回紹介するのはこちらの松本清張原作の鬼畜ですね。こちらのね映画は、1978年、昭和53年に、制作された映画なんですけど、なんでねこれね私が今回紹介するかっていうと、この映画の中にカウンアイピープルランドのシーンがね結構出てるんですよ。でそれを聞きつけて私もねこれ買ったもんなんですけど、これ見返してみたら、カワゴイピープルランドもそうなんですけど、他にもねかなりねカワゴイ市内だとかの様子が、これ昭和53年の作品なんで、当時のこのね本当の普通の街中の様子が映ってるんで、かなりね懐かしさが楽しめる作品なんで、今回紹介しようと思いました。でねこれね今回紹介するために110分見直してみたんですけど、かなりね見応えがあったんですよ。で、さっきねカンゴイピープルランドってスルッと言いましたけど、これがねカンゴイピープルランドっていうのが、どんなところかっていうと、前に動画で話したかどうか、ちらっと言ったかもしれないですけど、要はそうだな、屋上遊園が、地上に降りた感じで、しかもそれがね蓮華寺っていうお寺の境内にあるんですよ。だから裏側にはもうお墓とか、お寺とかそういう感じのね、なんていうのかな、本当にこう、特殊な環境なんですよね。味がある。で、中に入るとカウンアイピープランドの中に入るとゲームコーナー、あと、木馬、電動木馬、あとなんていうのかな、レールで走る電動電車だとか、あとピンボールとかテレビゲームとかね、あとこういう10円ゲームとか、そういうねもう遊具がねいろいろあるんですよね。で私もねその顔がいに親戚がいたもんで、ボンクレ正月に顔が行くとその蓮華寺のゲームコーナーに行くことがもう定番になってたんですよね。お年玉もらうとそこで、ゲームで遊んだりとかね。今の駄菓子屋ゲーム博物館もかなり私の中にこの蓮華寺のゲームコーナーの影響が出て、これがもうもしかするとそのカウンアイピープランドがなければこのね駄菓子屋ゲーム博物館がなかったかもしれないって言えるぐらい、私のねこのゲームにかけるこの幼少期のそういう人格形成とか、そういうゲームに対する思いに影響を受けたところなんですよね。そのカウンアイピープランドなんですけど、今ね大人になってそのカウンアイピープランドっていうのは名前を知ったわけで、当時は本当にね子供の頃はもう蓮華寺のゲームコーナー行くみたいな感じで行ってたわけなんですよね。でこのね数年前にこのね鬼畜に乗ってるっていうことが判明して、買い求めて、懐かしさをこう楽しんだって感じなんですよね。で、さっきも言った通りね、いくつかね、懐かしいシーンがあったんで、紹介したいと思うんですけど、まずね、昭和53年の、撮影なんで、とにかくね、出てくるとこ出てくること懐かしいんですけど、まずね、駅舎がね、すごい懐かしいんですよね。私も東武東上線沿線で育ってるんで、小布施駅の昭和53年の駅舎が出てくるんですよ。それが本当もうローカル駅の昭和50年代の駅舎って感じでね、これがね本当ねこう金銭に触れましたよね。あとはね川越市駅、これもね当時の40年前の駅舎が出てきて、今だとねかなり近代化されてる駅舎なんですけど、当時のね40年前の駅舎が懐かしいなっていう感じですよね。あとそう、あとね東上線が走ってるシーンも出るんですけど、これがまたね昔の車両でね、私もね子供の頃ギリギリね乗ったんですけど、私が子供の頃はねボロ電って言ってて、電車のね床が板張りなんですよ。
でそれが板張りからあのなんですかね、滝論みたいな床になる切り替えの時期で、その滝論張りの車両とあの板張りの車両が両方あった世代なんですよね、昭和50年代って。それがね、こう板張りの方はとなんかあの板にワックスを塗って、でそれでもやっぱワックスだから 黒ずんで汚かったりとかするんで、でみんな子供はねボロデンだなんて言ってたんですけど、まあ、そのボロデンも映ったりとか、あとそうあの川越市 のオール川、まあ、オールじゃないな、ほとんどが川越市で撮影してるんで、全般はね。それであの昔懐かしい昭和53年代の川越市の街並みとかが結構映ってるんですよね。で今は川越って結構観光地化されてて、まあ、レトロ蔵造りの街のレトロって感じで逆に綺麗になっちゃってるんだけど、本当にまあ、昭和50年代ってあの飾られてない観光地になってない川越なんですよね。なんか私なんかも子供の頃は行ってるんで、今の川越って本当作られた観光地の川越って感じなんですけど、もう本当にこの鬼畜院がロケされた頃は本当の当時の、飾りっ気のない川越なんで、そういう意味で本当に懐かしい感じがするんですよね。あとはね、あの劇中で、上野駅にも行くシーンがあったんですよ。でその上野もね、まあ、当然のこと40年前 の上野の駅舎なんで、まあ、それも懐かしいなっていう感じですよね。あとね、あの本題の川越ピープルランドなんですけど、劇中でね4シーン出てきます。で、ね、その4シーンを始まるシーン の始まるね時間をまあ調べたんで、これね順を追って紹介したいと思います。まあ、実際ねこの、まあ、声映像は映像と声は乗っけちゃまずいんで、まあ、私が解説しながら、で1回目のところはあのこの八の字電車っていうんですかね、お猿の電車っていうのかな、それに乗って、これね後ろにパチンコとか、あとクレーンも乗ってますね。あと後ろではあの電動木馬が動いたりとか、あの主演の尾形健さんがね汗拭きながら、まあなんていうのかな、当然屋外なんで暑いわけなんですね。でこれね途中であのピープルランドからレンケージの境内に移って、子供たちにアイス食べさせてるシーンなんですよ。でこれアイスを売ってるのがこの自転車の荷台にアイスボックスをつけたアイス売りなんだけど、昭和53年代ってこういうアイスの売り方はしなかったはずなんですよね。なんでこれちょっと映画用に用意したのかなっていう感じでね。私が子供の頃レンケージ行ってたでもこの自転車の荷台にアイスキャンディーの箱をつけて売ってるっていうのは見たことないんで、でもこれアイスキャンディー自転車に積んで売るのって昭和40年代とか30年代オールドウェイズの世代ですよね。なんでこれちょっと映画用の作ったシーンかなって思いますけどね。あ、そうそう、あとねこれね、レンケージの境内から撮ってるんで、あのレンケージの入り口にあるあのおもちゃのオビスっていうねおもちゃ屋さんのね看板とかも映ってるんですよ。だからここは本当リアリティがあるなっていうふうに感じるところですよね。でここで川越ピープルランドの入り口のシーンに戻って、入り口にあのパチンコがあったり、あのスリムな自販機があったりとかね、懐かしいですね。でその入り口 の左側にあの歪んだミラーっていうのかな、あの身長がこう伸びたり縮んだりして見えるやつ、あれがあるのが懐かしいですね。まあ、私も記憶ありますよね。でこれ本当にこのミラーの隣、ミラーのあった左側にプレハブみたいなゲームコーナーがこの後かな、昭和53年だからこの後できるのかな、テレビゲーム、あのその中にあの テーブル筐体とか、あとアクションボールがありましたね。屋内っていう感じ、多分テーブル筐体だから雨に濡れないようにプレハブ立てたんでしょうね。でこのシーンは、川越ピープルランドのシーンが終わって、次が、
35分43秒で次のシーンが子供が逃げていって鏡のまた歪んだ鏡のシーンで遊ぶシーンですね。杉田ガラス店なんて書いてありますね。杉田ガラスさんが作ったやつですかね。で蓮慶の境内で兄弟がくるくる回るなんていうのかな、丸っこい地球儀みたいなこうジャングルジムみたいなくるくる回るあれやんか、あれを遊ぶシーンですね。その後ろにカウボーイピープルランドがちょこっと映り込んでるっていう感じですね。このシーンは短いな。で次が40分14秒これが蓮慶寺の境内でケンパーを遊ぶシーンですね。このシーンも後ろにカウボーイピープルランドが映ってて、で境内の滑り台だとか、おもちゃのオビスとか、あと後ろで鐘ついてますね。この鐘つきグラはまだありますね。ずいぶんこの前行ったらこの滑り台とかシーソーとか、こういうくるくる回る遊具もなかったんで、だいぶ様変わりしましたよね、蓮慶寺も。昔はね、本当に境内が公園みたいな感じだったんだけど、こういう遊具は撤去されましたよね。今はね、普通の公園もこういう遊具が撤去される時代ですからね。このシーンもこれで終わりかな。で、次が4回目のシーン。53分18秒でまた、これはね、子供がこう蓮慶寺を探すシーンなんですけど、カウボーイピープルランド正面が大写しになって、で神社で、神社っていうか蓮慶寺で、子供が妹を探すシーンなんですけど、もうシーンが終わっちゃったな。シーン自体は短いんですけど、これちょっと巻き戻してもう一回、これこれが今ちょっと止めてる正面カゴイピープランドの、シーンって正面に止めてるんですけど、まずね、この入り口の右手にこのスリムな自動販売機ね、これもレトロな感じですよね。今だと割と幅が大きい自販機なんだけど、こう昔幅が狭いのでなんか自販機もレトロですね。でパチンコ、入り口にパチンコがあって、この奥にドームがあるんで、これニュースペースクレーンかな。でなんか上には国旗のねやつがぶら下がってて、でこのね正面にね、これ多分ね出世すごろくだと思うんですよ。でこれ出世すごろくはどんなゲームかっていうと、こうパチンコみたいにこう打ち上げてって、4つ円があるんですよ。でそれを打ち上げてって、最後の、出世なんで最初はね課長、部長、常務、社長みたいな感じで社長まで行くとゴールなんですけど、それね、これ前期を使ってない機械なんで、社長に入るとガチャってレバーを下げると、当たりの券が出てくるんでね、当たりの券だったかな、ガムだったかな。これミニパスボールとかと同じシステムなんですけど、これがね、電気を使ってないんで、下手くそにこのレバーを下げると当たり券が出ないんですよね。で子供の頃は私もね、こう下手くそな下げ方して当たりが出なかった覚えがあるんですよね。でその時はね、出世すごろくはこのカウボーイピープランドの奥の方にあったはずな記憶なんですけど、これでやっぱ入れ替えでまだ正面にあるんでしょうね。でやっぱカウボーイピープランドも機械のレイアウトが入れ替わったってことなんですよね。懐かしいな。
まあ、出世すごろく、子供の頃遊んだな、これね、子供の頃のシーンが、遊んだシーンが蘇りますね。これね、この後に、ここには、あのね、なんだったっけな、ピエロ、ジャンケンピエロだったかな、喋るやつが置かれてたはずなんですよね、アイキャッチ的に。あとこの入り口のとこ入っていくと、物置小屋みたいのがあって、その店主というかね、そういう人が いて、で駄菓子コーナーもあったりとかね、いたんですよね。昭和53年だとちょっとやっぱりだいぶ自分の記憶と違いますよね。まあだから子供の頃、昭和53年も行ってたと思うんですけどね、やっぱ機械が入れ替わってるんでしょうね。懐かしいですよね。でね、まあ、今回は、まあ、このね、松本清張の鬼畜を紹介しましたけど、まあ、どちらかっていうとね、まあ、このストーリーを紹介するっていうよりはもう本当ね、このもう川越ピープランドを紹介したかったって感じなんですよね。あとはね、街並みとか、まあ、そういうのがね本当楽しめるんで、まあね、興味がある人はね、この鬼畜レンタルでもいいし、あとね、Amazon で DVD で買えるはずなんで、私が持ってるのはこの2800円バージョンなんで、まあそんなね、高くなく買えると思うんで、まあ興味のある方は、まあぜひ、まあレンタルなり購入するなりして買ってみてください。まあね、今回はこちらの鬼畜を紹介しました。ではね、次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それでは、さよなら。全国のちびっこ諸君、川越ピープルランドは鬼のように楽しい場所だったぞ。